皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は正しいゴルフのアドレスの作り方について説明をしていきます。このアドレスに関してはですね、静止状態で作る形になります。なので非常にゴルフのスイングを作る上で重要な部分になりますので、きっちりと覚えてください。実際にですね、構えて最初作って正しい形で打てたとしても、だんだんスイングの練習をしている際に自分のやりやすい形にアドレスがなっていってしまいます。例えば背筋を伸ばしているつもりでも、だんだん打ってくる30球目ぐらいになってくると、だんだんこう猫背になってしまったり、NG なアドレスを作ってしまいますので、今回ですね、この形作り方を覚えておくと、その時に自分で修正ができますので、一度ですね、このアドレス、正しいアドレスの作り方ってことを覚えていただきます。それではですね、始めていきたいと思います。まずクラブを持たない状態でこう直立をしていきます。背筋をしっかりと伸ばしている状態で正面に、目線を向けてください。ここで、気をつけていただきたいのは、猫背にならないこと、首だけ曲がらないこと、これをしっかりと気をつけて、肩の力をしっかりと抜いて正面を向いて直立をします。ここの形を作れましたら、スタンスの幅を肩幅に開いていきます。肩幅に開いたら、この背筋、目線のラインは変えていきません。このように作ったら、次はクラブをですね、このように横に持って、お腹ではなくて骨盤に当てていきます。このように骨盤に当てていただいて、このクラブを斜めにこのように引っ張っていき、上体を30度前傾作っていきます。この時に首だけ曲がってしまったり、このように猫背にならないように気をつけていきます。メガネをかけている方とかですね、ボールを真上から見る習性がある、癖があるので、このようにですね、首だけ曲げてしまう方が多いです。なのでですね、メガネをかけている方、特に気をつけてください。このように首を折らずに、この一直線のを意識しながら、このように作っていきます。まだ膝を曲げていないです。この状態で30度、この辺りが30度になると思います。ここから軽く膝を曲げていきます。この時に膝の角度というのは軽く曲がる程度で大丈夫です。大きく曲げすぎてしまうと、先ほどここの骨盤に当てて上に上げたライン、ベルトのこの傾き30度っていうのを膝を曲げることによって崩してしまうことになりますので、軽く真下に曲げる、前に出して曲げないように気をつけてください。このような形です。このようにするとビシッと綺麗な前傾角が作られます。続いてはですね、意識してほしいのはこの体重位置です。体をこのように前後に足の裏を使ってバランスをとって動かしてみて、中心、真ん中ですね、足の裏の真ん中に来た時に止めていきます。真ん中よりも少し前、土踏まずあたりに重心がかかってくる形でアドレスを作るとバランスよく作られます。このような形です。ここで手の位置は真下に下げて、肩からストンと落とした状態でここで構えていきます。これで正しいアドレスは完成です。それでは正面から見ていきます。このような形から、今、使用しているのは8番アイアンです。ボールのポジションはセンターやや左に置いていきます。この辺りです。このような形で構えるのが正しいアドレスになります。手のポジションはセンターではなくて左の内ももに来るようにセットしていきます。はい、今のですね、このアドレスの手順しっかりと覚えてください。特にポイントになる部分というのは、骨盤の傾き30度というのが、キーポイントになってきます。今回ですね、この正しいアドレスを覚えていただいてスイングを、してみていただきたいんですが、またですね、次の動画で、チェックポイントをいくつかお伝えします。今作っていただいたアドレスがきっちりとできているかどうか、もう一度再確認をしていきましょう。それではですね、この作り方を覚えていただいたら本日は OK です。それでは次の動画へと進んでください。はい、皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日は正しいゴルフのアドレスの作り方についてやっていきます。前回の動画で正しいアドレスの作り方の手順は、お伝えしました。今回はですね、このできたアドレス、しっかりと自分が正しく作られているかどうかというのを確認していくチェック法を、ご紹介していきます。それではですね、前回作っていただいた手順でもう一度アドレスを作っていただいて、このように構えていきます。ここをしましたら、このクラブヘッドを右手でこのように持ってください。このように持っていただいて、頭の真上から一直線、このベルトラインまでしっかりとあてがって、
このようにですね、全部後頭部からここのお尻のラインまでしっかりと一直線になっているかなというのをまずはチェックをしてください。これができていましたら前傾角のこの背骨ラインというのはスイングの回転軸になりますので OK です。このスイングの回転軸が正しくないと正しいスイングは作られません。はい、続いていきます。このように構えてチェックポイント2つ目です。このように構えていただいているこの骨盤の向き見ていきます。このベルトのラインが、しっかりと斜め30度程度このように傾いているかどうか、斜め30度程度傾いているかどうかチェックをしてください。ここもできているかどうか鏡を見ながらチェックをお願いします。はい、続いてのチェックポイントです。膝の角度です。この膝の角度はクラブをこのように置いていただいて、膝が前にこのクラブに当たっていないかどうかチェックをしていきます。このような形にすると、垂直にこのように刺した時に全然このクラブには当たらないので、このラインが前のクラブに当たっていないかどうかチェックをしてみてください。悪い例はこのように構えていただいて、つま先に置くよりも膝が当たってしまう方ですね、このようになってしまう方、これは NG です。しっかりとお尻を上げて膝を軽く曲げる程度っていうところでチェックをしてみてください。このようにするとですね、結構足の裏の部分の筋肉が引っ張られるような感覚になると思います。これで結構です。これをちょっと苦しいと思われると思いますが、まずはこの形を覚えてください。慣れてきますので、この形で OK です。はい、続いてのチェックポイントなんですが、スタンスの幅、この幅は肩幅よりも少し広い程度か肩幅にするようにしてください。極端にですね、バランスを取ろうとして広くなる人が結構います。なのでこのように構えてしまうと体の回転や、この中心軸の安定というのを作りにくくしてしまいますので、注意をしてください。このポイントですね、今いくつかお伝えしましたが、このポイントができていれば OK です。最後にですね、上体の傾き見ていきます。このように構えていただいて、この左の肩よりも右肩が下がっているかどうかです。少し下がっている程度で結構です。例えば大きく下がりすぎてこのようにアドレスを取っている方、また逆に水平になりすぎてしまってこのように構えている方というのは、ボールポジションや手の位置が違う可能性が高いです。なのでですね、最初にこのように一直線に構えたラインから左の内ももで構えて、このようにすると右肩が拳1個程度下がるのが正しい形になります。これをですね、一度チェックをしていただいて、正しいアドレス作れているかどうか確認してください。今回の動画ではですね、チェックポイントをいくつかお伝えさせていただきました。これをですね、これからのゴルフのアドレス作る、基準としてですね、覚えていただけたらと思います。本日のレッスン以上で終わります。しっかりとアドレスを作れるように練習をしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。